どうも皆さんこんにちは、着バスです。本日はですね、なんとこちらの ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、ちょっと私はスーパーフライヤーついておりますけども、こちらにですねプライオリティパスのね付帯が開始になりましたということで、本日はねこちらの朗報をね解説やっていきたいなと思います。ということで、多分ねこちら昨日発表になったと思うんですけども、正直ねちょっと発表になった日付はね私も分かりません。こちらね視聴者の方から DM ね Twitter の DM いただきまして、教えていただいて本当にね情報感謝しております。ありがとうございます。でこちらですね ANA アメックスゴールドクレジットカードなんですけども、まあ、こちらにですねプライオリティパスがね付帯になりましたということで、このね ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、こちらの動画でね解説させていただいておりますけども、今ね新規入会キャンペーンが過去最高でやっているクレジットカードなんですよね。ですので今回のね動画の内容もそうですけども、発行ね検討されてたはずですね、かなりチャンスだなというふうに思いますので、ぜひねこちらの動画もね見ていただければなと思います。ということで今回ねこちらの ANA アメックスゴールドカードにプライオリティパスね付帯になりましたので、こちらね気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね公式サイトね一緒に見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとねここに画面出しておきます。こちらねアメリカンエクスプレスの、公式サイトっていう風になっておりまして、プライオリティパスのね画面があるんですけども、下の方にね見ていっていただくと対象カードがねありますよね。でこの中にね ANA アメリカンエクスプレスゴールドクレジットカードね入っておりますよね。でプライオリティパス自体がですねわからない方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思っておりまして、プライオリティパスっていうのはねこれがプライオリティパスっていうふうになります。でこれが何なのかっていう話なんですけども、このプライオリティパスっていうのは空港にあるラウンジありますよね。クレジットカードで入れるラウンジじゃなくて航空会社のラウンジありますよね。まあ、ああいった航空会社のラウンジだったり、まあ、プライオリティパスがね運営してるラウンジって多分ないと思うんですけども、航空会社のラウンジとこのプライオリティパスがね提携して、これを持っている人は搭乗券とねこのカードを見せればそのラウンジがね入れますよっていうね、まあラウンジカードになるわけなんですけども、これがですね ANA アメックスゴールドにですね今回ね付帯になったっていった形になるんですよね。でこのプライオリティパスっていうのはですねアメックスのね発行しているクレジットカードだとプロパーのクレジットカードはね利用することができるんですよね。でグリーンは確かねもともとが有料会員みたいな感じで、ゴールドは、年2回まで利用することができて、プラチナ私持っておりますけども、プラチナはプレステージ会員で年間何回でもね入れるっていう感じになるんですよね。で今回ねこの追加になった ANA アメックスゴールドクレジットカードはですね、こういった形になっておりまして、年間2回まで、無料でね利用することができて、3回目以降はですね1回につき32ドルがねかかるっていった形になります。まあ年会費がですね34,100円するね年会費なんですよね、この ANA アメックスゴールドクレジットカード。高いですよね。ですけども、まあ、今までねプライオリティパスっていうのは、まあ、付帯してなかったわけなんですけども、まあ、今回ね付帯になったっていう風になりますんで、まあ、しかもね年間2回までは無料でねこのプライオリティパスのラウンジね利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これ聞いただけでもですね発行検討される方ねかなり多いのではないのかななんていう風に思います。いやーねこの ANA カードの中でもですねこのプライオリティパスが付帯しているクレジットカードっていうのは今までですねプラチナプレミアムカード、まあ年会費が多分最低でも7万とかするねクレジットカードであれば、まあ、付帯するクレジットカードって ANA のクレジットカードの中ではあるんですけども、このゴールドカード級でねプライオリティパスがね付帯しているクレジットカードってないんですよね。 ANA、ビザ、ダイナス、まあダイナスはちょっとねまた別でダイナスのラウンジはね利用することができますけども、このそれ以外のねクレジットカードの場合ですねプライオリティパスっていうのはついておりませんでしたので、かなりね朗報っていう感じになりますよね。かなりねびっくりいたしました。で今回ねこの本会員の方だけではなくてですね、家族カードはねまあ有料にはなりますけども、17,050円だったかなかかって、まあ家族カードね1枚につきかかって発行することができるわけなんですけども、まあ、本会員の方だけではなくてですね家族カードの方もですね、まあ、有料の家族カード発行していただければですね本会員同様プライオリティパスね年2回まで利用することができるっていう風になりますんで、これもねいいポイントだなっていう風に思います。でですね今回この ANA アメックスゴールドでですねこのプライオリティパスがね、まあ、発行ね開始になったということで、まあこの ANA アメックスゴールドカード
発行すると、まあ、プライオリティパスが利用できて、で今ねこのプライオリティパスっていうのは成田空港羽田空港の ANA ラウンジっていうのがこのプライオリティパスでね入ることができるんですよね。まあ、公式サイトにもね ANA ラウンジ指定ラウンジっていうか、まあ、利用可能ラウンジでね記載がされているんですけども、個人的にはですね今回ね ANA アメックスゴールドカードにねこのプライオリティパスね付帯になりましたけども、この ANA の東京羽田成田のねラウンジを目当てでこのプライオリティパスね発行されるっていうのはですねお勧めしておりません。というのもですね、私のね前回の海外の滞在ですね、まだね全部は出せてないのでまだ未公開になってる部分ではあるんですけども、この ANA ラウンジをですねこのプライオリティパスでね入れたことって本当に全部で5回中2回とかそのぐらいだったんですよね。確かそんなもんだったと思うんですけども、まあ、ひとまずね覚えておいていただきたいのはこの ANA ラウンジをですねこのプライオリティパスね羽田成田で利用できるわけなんですけども、時間帯によっては混雑してると平気で使えませんって言われちゃいます。というのも、まあ、プライオリティパスのねサイトにも書いてあるんですけども、こちらね混雑してるとお断りいたしますってね記載がちゃんとされておりまして、やはりね ANA も ANA のステータスを持ってる人をね優先しますので、私もねANA じゃない便の時にですね利用させていただこうかなというふうに思いまして、何度かね ANA のラウンジで行ったんですけども、残念ながらね使えなかったこと結構ありますので、個人的にはですねこのプライオリティパスね ANA アメックスゴールドでね付帯されて、まあおすすめな点ではあるんですけども、羽田成田のね ANA ラウンジを目的でね発行されるっていうのはですねちょっとおすすめしづらいんですよね。私もね当初おすすめさせていただいてたわけなんですけども、まあ、実際ね利用してみるとですね、まあ日本っていうのはまあ PCR 検査ね9月の7日から撤廃されますけども、現時点でもですねこの日本の空港羽田成田に関しては入国をしないで乗り継ぎで利用されている外国の方って非常に多いんですよね。まあ成田空港の場合は確かまだ ANA ラウンジ以外にもですねコリアンエアのラウンジとかもね利用することができたと思いますので、カルラウンジだったかな、はい、そちらもね分散でまあ利用される方多いと思うんですけども、羽田空港って ANA ラウンジしかプライオリティパスのラウンジないんですよね。ですのでプライオリティパスの ANA ラウンジか、もしくはもうクレジットカードのラウンジ、だからまあ食事等々のない、まあ、ソフトドリンクだけあるラウンジ、まあ、この2つしかね2択になってしまいますので非常に混み合うんですよね。ですのでまあこのなんていうんですかね、プライオリティパスを羽田成田の ANA ラウンジを目的で発行してしまうとですね、まあ、当日ね使えませんって言われることもね全然あるかななんていうふうに思いますので、まあ個人的にはですね海外の空港の時にですねプライオリティパスのラウンジね利用したいから発行するっていうのはですねかなりおすすめっていうふうになるわけなんですけども、羽田成田のねラウンジでメインで利用されたいっていう方はですねちょっとおすすめできないかなっていうふうに思います。それでは次にですね注意事項ね行きたいと思うんですけども、このね ANA アメックスゴールドクレジットカードに今回ねこのプライオリティパスがねまあ付帯になりましたということで、まあ解説動画ね出させていただいているわけなんですけども、このプライオリティパスはですね今回 ANA アメックスゴールドクレジットカードにまあ付帯して発行することができるようになるということで、このプライオリティパスにはですね2種類あります。まあ2種類あるっていうとちょっとね分かりづらいかもしれないんですけども、このねアメリカンエクスプレスが発行しているこのプライオリティパスっていうのはレストラン特典が使えないんです。これね覚えておいていただきたいなと思います。前回ね一本の動画にもねさせていただいたわけなんですけども、このアメックスが発行しているねプライオリティパスっていうのはレストラン特典が使えませんので、中部国際空港に今ねピザレストランっていうのがあるんですよね。まあそこはね国内線でもねそのピザレストランねいくら分かちょっと忘れてしまいましたけども、利用することができるということで、かなりね中部国際空港利用されてる方ね利用されてる人多いと思うんですけども、このねアメックスのプライオリティパスはねレストラン特典使えませんので、もちろん中部国際空港のピザレストランもね利用することができません。でこのねアメックスが発行しているクレジットカードっていうのはどういう意味なのかっていう話なんですけども、こちらね MUFG カードの、こちらプラチナカードなんですけども、これもねプライオリティパスがついておりまして、まあ、見ていただければね分かる通りこれねアメックスのクレジットカードですよね。ですけどもこれはね発行しているのは MUFG ということで、こちらねMUFG カードが発行している
アメックスの国際ブランドのクレジットカードなんですよね。まあ、ここねややこしい部分なんですけども、このアメックスが発行しているプライオリティパスっていうのはですね、このレストラン特典ね利用することができないっていう風になっておりますので、アメックスのプロパーカードもそうですし、 ANA アメックスゴールドもそうですし、 ANA アメックスプレミアムカードもそうですけども、ANA アメックスプレミアムカード、ANA アメ、はい、そうですね。まあ、これもですね、レストラン特典はね、利用することができませんので、この点はね、ご注意ください。だから、セゾンアメックスプラチナビジネスとか、セゾンアメックスプラチナとかありますよね。あれも、国際ブランドはアメックスなんですけども、発行しているのは、セゾンっていう風になりますんで、あれはね、別でまた、レストラン特典使えるんですよね。まあ、こういった感じになっておりまして、まあ、この点ね、結構分かりづらい部分なんですけれども、この点はね、覚えておくようにしてください。まあ、ひとまずね、この ANA アメックスゴールドクレジットカードだと、レストラン特典は使えないっていうことはね、覚えておいていただきたいなと思います。プライオリティパスのね、サイトでラウンジで検索することができるんですけども、このレストランでいくら分使いますっていうのは基本的に使えないっていった形になります。それでは次にですね、今回ね、プライオリティパス追加になりましたということで、ANA アメックスゴールドクレジットカードの基本スペックね、紹介して、今回ね、終わりにしたいと思います。ちょっとね、私の方でまとめさせていただきましたけども、年会費が、34,100円っていった形になります。で、件名はね、こんな感じになっておりまして、まあ私はね、ANA のクレジットカードの中で、件名的にはね、一番かっこいいと思っております。めちゃくちゃかっこいいですよね。どうでしょうか。はい、結構かっこいいって言っていただける方いらっしゃるんですけども、まあこれはね、好みなんでね、券面で発行する方もね、結構いるかななんていうふうに思うんですけども、こんな感じになります。で、家族カードが 17,050円。で、還元率が 1% ということで、100円で1ポイントがね、貯まるクレジットカードっていうふうになります。で、ANA の決済時にはですね、100円につき3ポイント貯まるっていうふうになりますんで、このANA のね、ダイヤモンド修行とかを毎年やってますみたいな方はですね、この ANA アメックスゴールドクレジットカードで ANA の航空券ね、購入していただくと100円で3ポイント、まあ3マイルがね、貯まるっていう風になりますんで、かなりおすすめです。で、貯まるポイントは ANA アメックスリワードポイントということで、マイルへの交換レートは1ポイント、1ANA マイルにね、交換することができます。で、ポイントの有効期限なんですけども、この ANA アメックスゴールドクレジットカードっていうのは、ポイントがね、ANA アメックスリワードポイントとしてポイントが貯まります。で、ポイントを1ポイントだったかな、1000ポイント単位だったかな、ちょっとポイント単位は忘れてしまいましたけれども、10日でね、マイルに交換することができるんですけども、ポイントで持っている部分に関してはですね、有効期限はありませんので、こちらね、移行手数料もかかりませんので、もうずっとね、ずっと貯めて使いたい時にマイルに交換して使うみたいなね、まあそんな感じでね、利用することができますので、マイルにしちゃうとですね、基本的に有効期限ね、3年っていう風になるわけなんですけども、ポイントでずっと持っとくとですね、有効期限ね、気にせず利用することができますので、この点はね、かなりおすすめです。で、こちらね、で、こちらの ANA アメックスゴールドクレジットカードはこちらね、見えてると思うんですけども、スーパーフライヤーズカードにね、切り替えることができるっていう風になりますんで、ANA アメックスゴールドクレジットカードを保有してスーパーフライヤーズね、持っている方はですね、こちらにね、付帯することができます。で、決済特典ということで、ANA アメックスゴールドクレジットカードは年間300万円決済していただくと、1万 ANA スカイコインがね、もらえる特典がついております。こちらは昨年ぐらいから始まった特典ですね。で、空港ラウンジはアメックスのクレジットカードということで、1名同伴でね、無料で利用することができます。で、海外旅行保険ね、利用付帯でついておりまして、航空遅延とかキャンセルショッピング、スマートフォンプロテクションもついております。で、手荷物宅配サービスなんですけども、こちら帰国時ね、1個、スーツケースとかね、自宅に送っていただけるサービスなんですけども、羽田、成田、関空、中部でね、利用することができます。で、国際ブランドはアメリカンエクスプレスっていう風になります。ということで、今回ですね、速報でお伝えさせていただきましたけども、 ANA アメックスゴールドクレジットカードにプライオリティパスがね、付帯になりましたということで、いやー、かなり朗報ですよね。私はですね、 SFC やった時ですね、 SFC 修行、海外修行でやった時に初めてね、このプライオリティパスのラウンジっていうのをクアラルンプールのプラザプレミアムラウンジでね、利用させていただいたんですけども、その時もですね、プライオリティパスが欲しいなと思って、まあ私はどうにか無料でゲットできないかなって画策して、まあ、アメックスのゴールドカードも年間2回ね、プライオリティパスのラウンジに2回入れるプライオリティパスがもらえるんですけども、アメックスのゴールドカードっていうのは、ウェブ紹介で入ると、初年度年会費無料なんですよ。
まあ、これは今でもやってるんですけども、まあ、それでね2回発行して2回ねラウンジ使ったっていうね思い出があるんですけども、まあ、今回ね ANA アメックスゴールドカードでプライオリティパスね年2回ね利用することができるっていう風になりますんで、いやいいですよね。またねスーパーフライヤーズカードにもなるね ANA アメックスゴールドっていう点もねかなりいいですよね。私ね今アメックスプラチナカードをね保有させていただいておりまして、年会費がね14万3000円っていうね恐ろしいクレジットカードを持ってるんですけども、まあ、ひとまずね次の更新を使ってなんだっけ、フリーステイギフトをねちょっと使ってみて、その後ね解約するかどうかね考えたいななんていうふうに思ってるんですけども、まあ、それが解約になったらですね、私もねプライオリティパスをね付帯しているクレジットカードっていうのがなくなってしまうんですよね。まあここら辺のこれも先ほど出したねこれもプライオリティパスついてますよって話はしたんですけども、まあこれもねポイントサイトの案件で今もあると思うんですけども、2万2000年会費するんですけども2万7000とかねもらえるんですよ。だから実質プラス7000とかでねもらえるんで、まあ私は発行したっていう感じで、まあ来年にはね解約いたしますので、まあそうなってくるとねプライオリティパスが付帯しているクレジットカードねなくなるっていう風になりますんで、まあスーパーフライヤーズカードねどっちにしろ発行しなきゃいけないので、そうなってくるとねプライオリティパスつけれるんであればね ANA アメックスゴールドねちょっと一気に株がググッと上がった感じがいたしますよね。いや私もね多分こちらにするかもしれないですね。とりあえず今はですねこれにしてて、次は JCB に一回変えようかななんて思ってたんですけども、まあ、今回のね変更でちょっとねまた整理していきたいななんていうふうに思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。